ヒルトン大阪は大阪市北区梅田一丁目にある高級ホテル。運営はヒルトングループの大阪ヒルトン株式会社である。1986年9月、西梅田に竣工した地上34階建ての大阪吉本ビルディングにおいて開業した。大阪駅前に位置し、ブランドブティックヒルトンプラザ大阪とともに複合型施設エリアを形成している。館内には、 エグゼクティブディラックスフロアを含む562室、5つのレストランバー、大小20の宴会場、室内プール、ジム、サウナ、屋外テニスコート、ビジネスセンターなどを備えている。大阪吉本ビルディングは、梅田一帯の大地主であった吉本五郎衛門が所有する不動産で、ヒルトンプラザ大阪と合わせて吉本グループを形成。至近距離にある、 大阪丸ルビルは、文家の末裔である、吉本春彦が、かつて保有していた、不動産である、吉本工業とは関係ない。2018年に、2014年から行われていた、大規模リニューアルが完了した。ヒルトン大阪園会場エグゼクティブラウンジの改装を完了大阪ヒルトン2018年4月11日、ヒルトン大阪2018年8月3日。 新ダイニングプレイスがいよいよオープン。大阪ヒルトン2018年8月2日。ありがとうございます。